凄まじいぐらいの体調不良の連絡が来まして、それでも来ようとしてるメンバーが危なすぎて来ないでください、帰ってくださいって言って、本当に大丈夫なやつだけ来てくださいって言ったら、マオが行きますって言って、どうするってなって、だからもう MC もクソもないよねって言ってさ、まあ、とりあえずなんか曲を2曲ぐらいやれるやつ頑張ろうって言ってて今に至るけど、はい、どうだってすごいね、なんかデッドライブ来るよ、別途はない、一応ね、一応決めたもんね、はい、一応2曲決めたけど、どうするみたいな、あ、そのまま入られてください、あの入場料無料です、本日はい、ドリンク飲み放題です、ありがとうございます、ありがとうございます、いいね、いいね、なんかこれ曲やったら盛り上がるんじゃない、一回やってみようって言ったら、もうこれもうフリートークやし、もう楽しむしかないし、あのフロア、いいよ、何してもいいけど、あの怪我と、あのしてない人にご迷惑かけて、それだけ頼む、何やっても盛り上げる、物は、物はまあいいよ、どうせ壁剥がれてる照明系をやめて、ちょっと高いんだ照明系だけちょっとやめてほしい、これ曲行った方がいいんじゃないか、盛り上がるよ、多分ここちょっとおかしいですよ、照明壊して舐め上げる、振るな、これ曲1回やったら、はい、1回いける、そうです、ね、もう煽ってみたら多分めっちゃおもろいと思う、はい、ということで曲いきましょうか、やったー、やったI'm not afraid of the dark.
お金いらないですやってドリンク飲み放題ですやったらこんなに楽しいほら手紙でくださいとか言ってくるしもうドリンク飲み放題50円最高飲んでてくださいそうそうこんなにこんなにもお茶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 熱いの熱いの熱いの最後までマオのコールに付き合ってもらわないといけないですからねいっぱい水分取ってもらってもうえなんかもう決めた曲じゃないやつでも行けそうなの行ったらなんかノリノリ勢いで立ってる人行けるよ多分ねこの多分ねこの人たちね曲聴いてねほとんど聞いてるっぽい聞いてるじゃあ、デッド行きましょうか。デッド行ってみる。デッド行けるデッド行けるって行ってみます。え、待って、ここが全員くすくせるんやろ。やだなぁ。やだなぁ。じゃあ、デッド行きますか。はい。やだなぁ。Thank you.
こういう日があったらね、楽しくするしかないねっていう状態だから、はい、楽しい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 やった。いやなかなかね、こうみんな対一人で喋ることもないし、見合うこともないからごめん結構嬉しい。私は今日なんか来てよかったなって思います。みんなも体調管理気をつけてね。本当に今ほら、暖かかったり寒かったりする日がすごいさ、自由度高いね、今日。すごい、マオ意外と真剣な話してるよ ね温度差がすごいよねって。温度差すごいから、フロアと私の温度差もすごいから今。だから、ちょっと風邪ひかないように気をつけてねっていう。はい、いや、もう今日ちょっと人多いから宣伝させてください。はい、4月29日に私たちセカンドワンマンが決定いたしまして、ありがとうございます。ありがとうございます。なんと動員目標120人で頑張らせてもらいます。ちょっと場所はエボルです。なんか前回あのデビュー2週間がね、昨日おとといから、はい、デビュー2週間で70、67人、77人、70、はい、すごい。
すごいみたいな、ちょっとさすがにすごいなと思って、あれ本当にあのアドリブで決めたのね、次のワンマンいつしようみたいなのをその場で決めて、はい、429エボルさんでもう一回やろうかなって、先輩たちがほらね、ゼップとかさガンガンやってるからもうね、行けるところまで一気に行きたいなっていうのはある、はい、っていう、行けるところまで一気に行こうぜっていう気合を入れすぎた結果、体調不良なのにメンバーが来ようとするっていう最悪な事態が起きちゃって、そうそうそう、来ようとしてたから、ちょっと帰ってくださいって言ってね、グループラインで、帰ってくださいって言って、お客様残ってください。今日はなんでこんな元気なのかね。空回りしちゃったね、メンバーを。頑張り方をね、間違えちゃった、うん、一番寝てなかったのにね、まあまあ、ちょっと一回休憩させて、週末にはね、間に合ってほしいね、23、24、25来年なので、金曜日、土曜日、日曜日、3連休なので全部ライブあります。金曜日なんだ、次は少女マネキンさんとのツーマンライブです。ここであります、はいはいはい、土曜日は8ドルライブが2本、888であることと、日曜日はイータでライブが2本あります。5本、うん、やば、5本か、一人説あるよな、ありますよ全然怖い、これだと私怖いですよ、5本一人説あるよ、どうしようかなみたいな、やろう、ちょ、俺広島やね、今週末出れそうな人出といて、何人か、4人いたら助かる、4人いけたら助かる、師匠入るじゃん。スタジオまで行っていつも一緒に踊ってくれてるからわかるでしょ。そうね、行けそうな人もマジでいるからね、問題なさそうだね、うん、じゃあメンバーがまた4人欠席になったら発生しますね。なんかみんななんか体調回復傾向やったんよね、ちょうどね、体調回復傾向で行けそうみたいな感じをちょっと出してる子がおったんよな、だからちょっと危ないよねとか、もう一回来ちゃっても嫌やし、今日ね、この箱やったけんさ、なんとでもなるなと思ったから、ほんとほんと、最悪ね、最悪なんとでもなるから、ほら、今話題の他の箱みたいに、大変じゃない。いや、やってる。今日多分ね、この通り嫌なあれがついてるんだよね、この親子通りが多分嫌なのよ。今日ダメな日がたっぷりして。そうそう、ダメな日だからこそね、ここだけ楽しくできればなとかね、はい、なんとかなそうね、じゃあ429が、まあ、ワンマンあって120動員達成したら次どうするかって話じゃない、あーミス早いよ、早いよ、早いよ、アクプラさんのマリンメッセが、12月11日がサンプレスなんよね、今年の、そう、その2年後がマリンメッセなのよ、言うなって、発表してたでしょ、あ、言いました、言ってました、そう、2年後が発表して、そうそうそう、なんだけど、そこまでね、やっぱ先輩たちが走ってる最中に何をどうしていくかは大事だから、アーリービリーバーズは潰れたね、どう429エボル終わって、一応エボルってその200入ったらやばくて、結構正直200に入ったらやばい、あ、350って言われてるんですけど、200入ったらやばいなって感じだから、800ロブスターが800なんだよ、全開放で一旦エボル200にしたい、一旦エボル200を経験したい、え、じゃあそれ120終わったらもう一回エボルで200、はい、あ、面白い、箱変えよう、箱変えようって言われて、3回連続同じましょう、シーミー行くの、何シーミー行くの、エボルよりはちっちゃいよ、ちっちゃいちっちゃい、シーミーの方全然ちっちゃい、エボルの次はビーステだね、あー、そう、形はで、その後スカラ、スカラ、そうそう、スカラ、スカラってさ、ロック感なくない、結構スカラ、あの、でフラビさんのとかすごい綺麗でアイドルやなって思ったけど、ロックがやるとちょっと違うんだよね、全然違うよ、ビーステロボス、ビーステ、あ、ビーステ、あ、ビーステ、ギャラクシーボックス、ギャラボーハーブ、ビーステイドも暴れられる、そうよ、なんか俺このまま行ったらもうなんかいろいろ普通に言っちゃいそう、やだやだ、どうなんだろうね、まあエボル120達成したらビーステでいいんじゃない、はい、7月あたり、
4月29日から7月にリリースで、で200、でまた2ヶ月の9月とかにどこどこで250みたいな、しっかり2ヶ月の成果を出していくみたいなのはめっちゃありかもね、どんたくもいろいろある。どんたく、いやね、どんたくね、ちょっと苦手なのよね。デロッテ、デロッテ、山笠する方、山笠する方、担ぐんですか、山笠する方、担ぐ方、引く、アイドル乗せて引く、めっちゃ面白いと思うけど、みんなが担いでくれる、さ、その来月、あ、再来月4月29日まで、あと、え、まるっと2ヶ月以上か。はい。3曲は出せそうな。おー、でもなんか、溜め込むとまずいかなと思って、来月には1曲出して、2曲溜めて、ワンマン行くイメージだね、多分。かなーって思ってて。達成したら次、また3ヶ月あったらまた3曲みたいな。やりたいです。感じやろうな、おそらくね。みんな結構今回の新曲で言ってくれてるみたいですごい嬉しいです。私は聞きました、みんな聞いた、ライブの映像とか直接とか聞いてないよ。なんかわからんよね、確かに。全く聞いてない組が後ろで待機してるってこと。怖いわ。確かに、この間のエボルで発表させていただいた新曲、レイジーと存在証明家っていう革命の先日のオリジナル曲、うん、いろんな方にご好評で、みんなで、ね、すごいいいもんね、めちゃくちゃ一番いい今までにない感じですごい、だからその新曲を聴いて、あのこの辺がどう盛り上がってくれるかちょっと見たいよ、そうあここ確かに聞いたことないんだよね、できるのかな、知らない、そこまでやったよ、やってた、行けた、行けた、行けたらしい、行けます、初見でもね、分けるもんね、みんなね、後ろの、後ろのあのちゃんと湧く人たちはあれ前気をつけて、ね、突っ込んでいかないけど、みんな、みんなで楽しく、みんなで楽しく、やばい、怖い、あ、ガードいるから大丈夫そう、ガードしてる、一人ですけど大丈夫ですか、大丈夫、大丈夫、強いから危ない、怪我だけしないようにたくさん湧いてください、そうそうそう、はい、そんなこんなで行ってみます、はい、じゃあちょっと聞いてみましょう、みんな聞いてみます、新曲、新曲聞いてみましょう、初見I'm not afraid.
告知して、はい、一応この後物販あるんで、よろしくお願いします。一応物販あるんで、すみませんが、一応物販はやらせてもらおうかな。まおちゃんのお給料になりますんでね、よろしくお願いします。大行列ができてるといいな。ね、でもまあもう一回ちゃんと告知しましょう。はい、はい、はい、直近のライブが、はい、4月23日金曜日、少女マネキンさんという初めてのアイドルさんと通販ライブをさせて、大阪のグループさんですよ、はい、大阪のアイドルさんと初めて通販ライブをさせていただきます。17時からのライブとなっております。よろしくお願いします。ありがとう。土曜日はハチドルライブが2本、ここ888であります。日曜日はインザでライブが2本あります。よろしくお願いします。もうチケット発売されてるのでね、今まだ予約してないよって人は、ね、その日ちょっとどうなってるかわからんからね、本当に勝負。なんか人もし一人で頑張ってるかもしれないから、ちょっと予約して応援してきてくださると嬉しいです。聞いてますかね、後ろの人たちは。ね、ここにいるみんながまた今日みたいな感じで応援してきてくれるとも信じて、信じて、金曜日、土曜日、日曜日頑張りますので。よろしくお願いします。はい、終わります。告知、告知か、あ、はい、ごめんなさい。4月29日に私たちのセカンドワンマンがエボルさんにて行われます。動員目標120人で、動員数目標達成できるように今から頑張りますので、みんなね、友達にこのアイドルいるよとか、一緒にライブ来ないとか誘っていただいて、ちょっともっと革命の戦術広めていただけたら嬉しいです。私たちもライブパフォーマンス一生懸命頑張ります。みんな楽しませられるように頑張りますので、よろしくお願いします。はい、2ヶ月と、今日は何日ですか、ね、2ヶ月と9日後ですよ、2月。早い、多分あっという間にね、過ぎるのかなって思います。2ヶ月まだ私たちデビューしてそもそも2週間しか経ってないから、2ヶ月多分結構あっという間に来るのかなって思うんですけど、みんなといい景色見られたらいいなと思います。絶対に120人突破して、ビートステーションもやらせていただきたいので、皆さんぜひよろしくお願いします。はい、お返しします。え、もうこの時間ですか。7分あるけど、もう声変えるし、はい、ご愛嬌といういや、大丈夫、この人たち音だけで乗れるから、あ、そうそう、あ、ありがとうね、みんな本当に。いや、ちょっとどうなることかと思ったんですけどね。あ、もともと30分までなので逆に伸ばしてる。ですよね、うん、すごい、すごいわ。でもみんなのおかげ。え、だから締めだからこんな感じにしたらいいんじゃないの。こうやって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 しとけば締まるよかっていう。はい、本日は私のプロライブとなってしまったんですが、ありがとうございます。ご覧いただき本当に嬉しく思います。ありがとうございました。以上、革命の戦術、宮見真央でした。ありがとうございました。はるちゃん。